こんにちは、ハンカイと申します。よろしくお願いします。さて、先日ついにポケモンレジェンズアルセウスがね、発売されましたね。聞くところによると、なんか対人戦がないってことで、果たしてね、面白くなるんかっていう、少々ね、興味は湧いております。ただね、動画の更新頻度はね、落とさないようにと頑張りたいとは思っております。さて、今回はですね、132番目の動画になります。それではどうぞ。今回のやつはですね、サイン足すコサインが2分のルート3だとしますと、で、次の式の値を求めなさいってことね。とりあえずこれな、足し算しかないやん、ヒントとして。やけど掛け算出せみたいなこと言われてるやんか。ほな、こういう時はこれな、ここの一番最初のやつの両辺を2乗してあげるといいのよ。足し算しか与えられてない時に、なんか掛け算出せ言われたら2乗しましょうみたいな。だから左っ側のサインシータ足すコサインシータの2乗やろ。これまとめて2乗するな。で、右っ側も当然まあ2乗せないかんから、こいつの2乗ってことな。こういうこと。ほんで左っ側は展開ってやつやんな。カッコ2乗のやつやから、最初のサインのやつの2乗、最初のやつの2乗やろ。で、足す真ん中がこう2倍の前と後ろやから、2倍のサインとコサイン、んでから後ろの方の2乗や、だからコサインの2乗やでみたいな話よ。はい。で、右側は言うたら普通に2乗したいもんね。ってことは2分のの2乗やから、まあ、4分のになるし、ルート3は2乗したらね、ルート取れるだけやでっていう話なんです。サインで、前覚えた式あるやん、あのサインの2乗足すコサインの2乗したら1になるよっていうやつ、これ使うてあげたら、ここほらサインの2乗足すコサインの2乗ってあるから、これ足したら1じゃねえみたいな話よね。ってことは1足す2倍のサインかけるコサインシータみたいな、サインシータかけるコサインシータが4分の3やでってことよ。ってことなんで、この1向こうに持ってくね。なら2サインシータコサインシータは4分の3引く1になるね。あ、4分の3やってな、4分の3引く1ってなるでいう話や。だってここ足し算やから、向こう持ってたら引き算になるもんね。ってことで、4分の3から1引きます。1言うのは4分の4やから、4分の3から4分の4引くとマイナスの4分の1かってなるのよね。2倍のサインシータコサインシータが、ってことは2で割ってあげればサインシータコサインシータ出んじゃないのっていう話。はい、これ2で割ります。これだって2と掛け算やもんな。この2こっち持ってってあげたら、これ割り算になるから、2で割ってあげると8分の1かってなって、これでまあ1個答え出たよいう話や。サインとコサインの掛け算はマイナス8分の1だよっていう感じ。こいつここに書いておくで、マイナス8分の1。ほんでちょっと1回消していい？いけるか、下のスペースでいけるな。ほな次これいこう。この3乗足す3乗のやつや、これな。サインの3乗足すコサインの3乗や。サインの3乗足すコサインの3乗ってことね。ほな、これどないすんねん話だけど。これはもう覚えてっていう話です。公式ですよね。3乗足す3乗っていうのは、よいしょ。サイン足すコサイン、かっこ、サインの2乗を引くサインコサイン、よいしょ、足すコサインの2乗やでと。これはもう覚えといてくださいいう話だね。最初のやつの3乗と後ろのやつの3乗は、最初足す後ろっていうのと、最初の2乗引く最初後ろ足す後ろの2乗ってなってますよいうやつや。でもここまで式変形できてしもたら、もう勝ちやろ。だってほら、サイン足すコサインっていうのはもう教えてくれてるよ、もともと。これでしょ？2分のルート3やんか。だから、これ2分のルート3な。あ、ほんでこれ間掛け算ってことな、ここ。掛け算。野球ボールみたいなって思ったけど。
かける、ほな後ろの方やけども、これってさ、sin の2乗を足す cos の2乗あるから、やっぱりこれまた1やん。1でしょ。で、引く sin θ cos θ やけど、これはさ、さっきの上の問題のこれ使うたんやってことなんで、まあ前にマイナスがついとって、そこにマイナス8分の1やから、結局プラス8分の1かになんねんな。プラスの8分の1やで、と。あとこれ解いたらいいでいう話や。1足す8分の1って8た、あ、ね、8分の8足す8分の1やから8分の9ってことやんな。ね。ってことなんで、2分のルート3かける、8分の9やで。っていうことで、あとは掛け算しましょうや。2816か。で、上が9ルート3か。はい。っていうことで、できたよーいう話や。次いきますか、ほんなら。これ別にここかかんないな。はい。で、じゃあ今度これ、引き算やでいう話やね。足し算と掛け算、足し算と掛け算の答えが分かってるよっていう状態やから、この引き算はじゃあどうやって出すねんいう話やねんけど、これ一回ね、一回二乗しよう。まとめて。で、後で元に戻してきたらいいから。二乗すると何がいいかっていうと、このマイナスがね、プラスになってくれるのよ。なんで、ちょっと一回二乗するよ。そうすると、二乗した値ってどないなんねんっていうと、まあさっきと一緒ですよね。前のやつの二乗を、マイナス、ここあれはマイナスやからな。マイナス2倍の前後ろや。後ろがサインシータ。で、最後がこいつの二乗やから、サインの二乗か。ってなったようやろ。ほな、これってさ、ここのコサインの2乗、こうか。コサインの2乗とサインの2乗の足し算は、さっきからずっとやったけど、1やろ。で、引く2倍の、これサインコサインやん、どうせこれ、掛け算。コサインかけるサインってなっとるけど、別に前後ひっくり返していいもんね。サインかけるコサインっていうのは、さっきの、ほら、ここで出してますんで。これ使いましょう、いう話やった。はい。で、そうすると、マイナス2かける、マイナス8分の1ってなるんですか？っていうことで、ちょっとこの矢印邪魔ですね。はい。そうすると、1、これはマイナス2とマイナス8分の1の掛け算やから、プラスになるねんな。でから、ピッピッって約分してあげると、4分の1か。ということは、足し算してあげると、1足す4分の1、つまり4分の4足す4分の1やから、4分の5みたいな。ってなって、やったー思って、ここで答えってやったらあかんで。これは忘れんとってよ。さっき2乗してるからな。で、後で元に戻したらええよ、いう話したやんな。2乗の値が4分の5なのよ。ってことは2乗取らなあかんやんな。ってことで、cosθ 引く sinθ っていうのは、2乗を取るってことは、つまりルート取れってことや。ルートにルートつけてねっていう話だから、4分の5にルートつけます。あ、ちょっと待って。2乗を取るから、プラスマイナスがいいねな、一旦な。プラスマイナス、ルート4分の5ってことや。で、ルート4いうのはほら、外出せて2になるから、結局この子は、2分のルート5ってことね。いい？で、ここで実はね、終わりじゃなくて、もう一個ね、なんなんこれって話よね。わざわざこれを書いている理由よ。シータが2分の π から π の時って書いてます。要は中の角度、ラジアンとかね。が、2分の π から π ってどこやねんっていうと、よいしょ。2分の π っていうのは、ここやね。ここ2分の π。から π まで。ちょっと待って、色変えた方がいい？ 2 分の π ここな。で、π っていうのは、まあ、180のとこや。ここ。ってことは、ここからここまでやから。この間やでって話をしてんね。じゃあ、この間のさ、sin とか cos って、プラスとかマイナスどないなってんねんって言ったら、sin はプラスなのよ。プラス。高さやもんね、サインは。サインは、下がマイナスやんな。こっち側がマイナスやんな。で、上はプラスなのよ。ってことなんで、ここのエリアはサインプラスや。で、コサインはっていうと、コサインはマイナスじゃない？だってコサインっていうのはプラスはこっち側のエリアやからな。で、逆にこっち側はマイナスのエリアやから、ほな、今回の言うここのエリアはコサインマイナスなわけよ。いいね、ってことはやで、これコサインこいつマイナスなんやんな。こいつマイナス。で、サインはプラスやねんな。
でもプラスの前にマイナスがついてるってことは、こいつらはここでまとめて考えるとこれマイナスなわけよ。じゃあマイナスの数字とマイナスの数字を合わせてんねんから、それはマイナスにならへん。ということはプラスはダメだよってことよ。ってことで答えはマイナス2分のルート5になるよ。ちょっと最後だけね考えないといけないけど、こんな件になりますかね。はい、ということで、ここまでです。ほな。